やあやあやあず、やあやああず、いえいえいえいすは2000年に結成されたアメリカ合衆国ニューヨーク市出身の3人組、オルタナティブロックバンド。バンド名は、いえ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 、そう、そう、そうだよねという NY の街で交わされている適当な合図地に由来する。1990年代後半、ボーカルのカレンオーとドラムのブライアンチェイスが、 オハイオ州のオーバリンカレッジ在学中に出会う。チェイスは当時ジャズを学ぶ学生だった。その後、カレンがニューヨーク大学に編入し、ニューヨークでギターのニックジナーと地元の飲み屋で出会い、意気投合した。二人はアコースティックデュオ、ユニタードを結成するが、後にオハイオ州の伝説的なアバンパンクシーンに影響され、エレクトリックに路線変更する。 最初の募集で見つけたドラマーが辞退したためチェイスが加入することになり、カレンがおはように残してきた、つまらなく、パンクで、薄汚れた、芸術学生グループのようなパンクバンドを形成することにした。バンドは、最初のリハーサルの時に、たくさんの曲を作り、すぐにザ・ストロークスやザ・ホワイト・ストライプス等の前座を務めるようになり、一気に知名度を上げた。2001年後半、 自分のバンド名を冠したデビューアルバム e a イ s を発表。これはボスホグのジェリー・ティールと共にレコーディングされ、自らのレーベルシフティによってリリースされた。翌年、バンドは全米をガールズ・アゲンスト・ボーイズとツアーしたり、ジョン・スペンサー・ブルーズ・エクスプロージョンと共にヨーロッパツアーを観光し、さらに英国では単独ツアーを行うと、国際的にも注目を浴びるようになる。 前述の EP はイギリスでは、ウィチタレコーディングスによってリリースされ、また、アメリカでも、タッチゴーレコードによって、再発売された。2003年には、初のフルアルバム、フィーバー・トゥテルをリリースし、批評家からの高い評価を受け、全世界で75万枚を売り上げた。特に同アルバムの3曲目、マップスはオルタナティブ系ラジオ曲で、ヘビープレイされた。 また2004年にリリースされたシングル Y コントロールの PV は映画監督のスパイク・ジョーンズにより撮影れた一時期カレンオート・ジョーンズ監督は交際していた2004年10月には初 DVD テル・ミ・ホワット・ロカーズ・ツー・スワローをリリース同 DVD にはサンフランシスコでのライブ映像をはじめバンドの PV すべてや様々なインタビューが収録されている フルアルバムとしては2作目の、ショ o ユア・ボーンズが2006年3月27日にリリースされた。本アルバムからのファーストシングルとして、ゴールドライオンが3月20日にリリースされ、英国シングルチャートで18位を記録した。ただし、ゴールドライオンの出だしが1980年代のオルタナバンド l ブロケッツのノーニューテールスーテルに似ていることが、リーア・グリーンブラッドに指摘されている。 同年のほとんどはヨーロッパやアメリカ中のツアーに費やされた。また、オールトゥモローズパーティーフェスティバルのイギリス版作成への支援も行った。2006年12月にはエネミー氏により年間ベストアルバムランキングの第2位に選ばれ、シングルチーテッド・ハーツも10位に投票された。ローリングストーン氏は同アルバムを年間ベスト44位とし、 地は年間ベスト40アルバム中31位とした。2007年7月24日に EP イズイズをリリースした。中には新しい5曲とブルックリンのグラスランズギャラリーで撮影されたショートフィルムで構成されている。これらの曲は2004年のフィーバー・トゥテルツアー中に作曲され、この間にライブでは披露されていた。また、新五曲中三曲は テル・ミー・ホワット・ロカーズ・ツー・スワローの DVD に収録済み。5月7日にはニューヨークで撮影されたライブパフォーマンスをパトリック・ドーターズに監督された DVD としてリリース予定である。同 DVD の楽曲は iTunes ストアで動画配信済み。最新アルバムは2009年3月にリリースされた It's Blitz。バンドによると今回のアルバムは 今までとは少し違う様相になっているが、やあやあやあずらしさは残してあるという。当初、このアルバムは4月13日にリリース予定であったが、2月22日にインターネットで事前にリークされた問題で、レーベルのインタースコープ社がリリースを前倒しした。自身のワールドツアーに加え、ザ・ホワイト・ストライプス、ザ・ストロークス、ライアーズ、 ジョン・スペンサー・ブルーズ・エクスプロージョン等の前座を務めている。2007年には北京でモダン・スカイ・フェスティバルの目玉として出演し、中国でライブ演奏した数少ない西洋ロックバンドである。カレンとニックは共にタイニーマスターズ・オブ・トゥデイのアルバム、バングバング・ブーム・ケーキにゲスト出演している。この曲は E メールで書かれ、カレンが歌っている。さらに、カレンは 同バンドのホログラムワールドビデオの助監督として活躍し、ヤーヤーヤーズの全3メンバーがビデオに登場している。2005年にカレンはティザーという楽曲で MC クルキースとコラボした。本楽曲はポルノ映画ディープスロート VS ローヤレイのサントラに含まれる予定であったがリリースされることはなかった。映画ジャカス2のためカレンは エレクトロ系アーティストと同映画主演のとバカスと名付けられた楽曲でコラボした。2007年にカレンは映画アイム・ノットゼアのためボブ・ディランの楽曲ハイウェイ61リービジテッ i でボーカルとして参加した。2009年にカレンはスパイク・ジョーンズ監督の映画怪獣たちのいるところのサントラを制作。ニック・ジナーは ヤーヤーやアーズの活動以外にもというマスコア、スラッシュコアのスーパーグループとコラボしている。他の著名なメンバーは、バンドザ・ブラッド・ブラザーズのジョーディン・ブリリーと、コディ・ボトラトや、ザ・ロー・カストとホーリー・モーラーのジャスティン・ピアーソンアガベ、セルビーイン、2005年にデビューアルバム、ヘッド・ウーンド・シティ・ EP がリリースされている。ここではスタジオで収録されたアルバムのみ記載。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。